カフェステラと死神の蝶。接客には問題ないよ。でも私を相手にかしこまってる昴生くんっていうのが面白い。昴生くんを顎でこき使うのもいいかもね。それはお断りします。くだらないこと言ってないで早くコーヒーを持ってきなさい。お店にはいろんなお客さんが来るんだから、こういうことにも慣れておかないと。ほれほれ、サボってないで私のコーヒーを急いで持ってきたまえ。お客に向かってその返事は何？うむ、よろしい。